皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ということでね、今日はね、何を起こすのかっていうと、はい、コレクションシリーズ144分の1、スラッシュザクファントムですね。はい、これをね、パチ組レビューしていこうと思います。はい、パチ組してなかったんでね、でね、今日動画出す気なかったんですよ。クソ忙しくて出す気なかったんだけど、登録者がね、3000人超えたんですよ。3000人超えたんで、感謝の意味を込めてね、今日出そうかなと思って、あと感謝の気持ちを伝えたかった。こんなね、基礎手抜きガンプラ動画ねえよ、マジで。今、ガンプラのさ、クソ動画溢れてんじゃん、今。ガンプラ動画界隈って。ほんとクソ動画ばっかじゃん。そんな中でもさらにクソなのが俺の動画だから。クソ手抜きだよね。手抜きなんだけど、これ限界なんですよ。この頻度で動画を出そうと思うと、これが限界。俺、フリーターじゃねえからさ。普通に正規雇用、正社員で働いてて、しかも僕役職なんて、クソ忙しいんで、これ以上のことはできません。にもかかわらず、本当にね、コメント欄とか見るとね、本当に細かくね、飛ばさず、ちゃんと俺の動画を見てくれてるんだろうなっていう、コメントが多数あるんですよ。早送りもせずにさ、ちゃんと聞いてくれてるんだろうなっていう。俺の話をね、一言一句最後まで聞いてくれてるんだろうな、聞いてくれてなくっちゃこのコメはできないよねっていうような、ほんと濃密なコメントとかあって、俺の話なんかこんな真剣に聞いてくれるんだと思って。もう感謝しかないから、コメントはね、いつもちょっと返すの遅れちゃうんだけど、忙しすぎて。でもちゃんと読んでるんでね、ちゃんと返すんでね。それはね、登録者がこの先ね、3000人、4000人、5000人になっても変わりません。返します。はい。そんな感じでね。今日はね、このスラッシュザクファントム。俺がね、シード系の MS の中でね、ちょっと今ね、いつもだったら1位か2位、このスラッシュザクファントムかシグっていうところなんだけど、今ね、俺ライティングフリーダム感じたのがね、すんげえ好きになっちゃって、最近ブラックナイトスコードシワもね、グイグイと食い込んできて、グイグイとね、もう金髪ティーバックギャラズのティーバックみたいにグイグイ食い込んできて、もう、目が見えちゃうんじゃねえかっていうぐらい食い込んできてて、もうガチガチにボックスしましたね。はい。そんな感じでね、今日はこのスラッシュジャカウントもね、パチグンでいきましょう。もうほんとね、ライジングフリーダムガンダムと、ブラックナイトスコードシバにね、今こいつ地位を脅かされてますからね。はい。そんな感じでね、これはパチグンでいきましょう。これはパチグンとこうなります。キラーガリン。イェーイ、できました。今日ね、キラシチョコね、コレクションシリーズ144分の1、スラッシュジャカウントのキャンセルしましたね。チョコね。皆さんすいません、むっちゃくちゃ疲れてます。はい。疲れててね、ろれつが回ってないですけど、はい。今、初めて組んだんだけど、これ。組む必要なかったんでね、ぶっちゃけこれ欲しかったのはね、バックパックなんですよ。HD に組み込みたくって、バックパックが欲しかっただけなんで、ぶっちゃけこれね、これ本体のはどうでもよかったんですけど、もったいねえからさ、これバックパックを HD にね、取り付けたかったんで、はい。そもそもこれもいらなかったんだけどね。はい。いらなかったとか言っちゃうとまずいけど。はい。こんな感じですね。これ背中の方がないと何になるのこれ。一応ファントムなのこれ。ちなみにさ、ウォーリアとファントムってさ、何が違うの？バックパックだけ？縦が2個あるだけ？見た目以上に中身って変わってるんですかね。これね、バックパック取っちゃったんだよ、これ HG でね。もう知ってると思うけど、みんなね。知ってると思うけど、こうやって HG に組み込みたかったから、取っちゃったんですよね。ただね、やっぱね、コレクションの方がスタイルいいね。はっきり比べてあげよう、今日は。ね。俺がいつも言ってんじゃん、コレクションの方が、激いよって言ったらこういうことなんだけど、まずね、真っ先に飛び込んでくるのは、太ももなんだよ、太もも。頭身がちょっとさ、わかる？頭身がちょっとコレクションの方がやや高めなんだよね。で、太もも見て、太もも。太もも注目してね。違うでしょ、位置が。ね。やっぱ、HG はね、関節を組み込む都合上ね、短くなってんで、ちょっと。でも、コレクションは関節がないから、こんなに足が長いんだよね。わかる？延長工作したみたいでしょ。だから、スタイルがいいんですよ。基本的にコレクションの方が出来いいから。これ本当の話。コレクションの方で出来が悪いパターンって、今のところね、みんなが大好きなアスラン。
ガンダム版立花さん、カメラダ・ギャレンこと、アスランの乗る、イージス・ガンダムのコレクションだけはマジで出来が悪い。あれだけ例外的に出来が悪い。まあ、しょうがないんだけど、基本的にはコレクションの方が出来がいいっていうのは皆さん覚えておいてくださいね。なんで、ちゃんとね、乗れる人はコレクションでいいと思うよ。まあ、買えねえけどね。はい。まあ、コレクションも塗れば化けるんでね。で、このね、何スラッシュザ・ガンダムはバックファック捉えちゃった、こいつね。もったいないから塗ります、これも。作れます。塗れば化けるんで、塗ります、これ。で、これ緑に塗ります。緑にね。緑に塗って、で、緑に塗れば、まあ別にほら、なんだろう。なんでもバックパック付けられんじゃん。ブレイズウィザードだっけ？ブレイズウィザードもあるから、これ緑色に塗って、まあ、どれでも付けられんじゃないですか。セラシウィザードも、ガナーウィザードもさ、ガナーウィザードいいんだっけ？ただそうだ、そんな名前、ウィザードがするんですよ、これ。あ、そう、ウィザード。そうそう。何のウィザードでも付けられっから。なもんで、こいつも、筆塗り全塗装するんで、ご期待ください。ね。まあ、作りたいやつばっか溜まっちゃってしょうがないんだよね、今ね。ほんと出来いいよね。足の長さがいいよね。イージスガンダムね、やっぱ出来悪いわ。今、合わせ巻きしてんだけど、出来悪い。なんか、塗る気なくなってきちゃったよ。あ、今日ね、ジンがね、もう大体終わったんですよ、今日合わせ巻きしね。もうほら、出来は全部終わった。でも出来いいね。むちゃくちゃ出来いいね。本体見てみよう、ほら。コレクションシリーズバカにできねえから、マジで。すげえ出来よくない？合わせ目消せばほんと、ワンコインで買えるガレージキットっていう感じで。すげえいいよ、これ再販してほしいよ、これ。ちょっとこれまだ つけちゃうとこれね、もう跳ね殺しになっちゃうんで、こう、接着しなきゃいけないから、つきらんないんだけど、すげえ出来いいね。ジン欲しいな、いっぱい欲しいな、これ。ジン最高ですね、これ。あと武器塗って、武器のね、合わせ目消して終わりなんだけど、ジンはね。でも、イージスガンダムかな、大問題なんだよな、これ。作業進めれば進めるほどこれやべえなと思っちゃうね。これとかやばくないこれ。これ何も使わないかんだ、これ。これ、貧乏ちゃまかよっていうレベルで。この部分だけちょっと後跳ねが難しそうだ。後跳ね、まあ、できなくもないんだけど、なんかスカスカになっちゃって、なんか、修理がなくなっちゃうそうだから、まあ、色も一緒だから、まあ、このままつけちゃいましたけどね。ここだけ合わせ目消して、跳ね込んじゃった。先にこわせで消さないとね、ちょっと、後で消すの大変そうだから。まあ、順調に、作業は進んでるんで、今週末にはジンもイージスガンダムも合わせ抜きして終わるんじゃない？そしたら、ね、今度スラッシュザガンダム行くんで、はい。あと、これも好きてんじゃないもんね、これ。これも冬塗り行きてえな。このさ、丸ごとオレンジみたいな色をさ、ね、ラッカー筆塗りでうまくできたらすごくない？今ね、実はね、そこそこね、ラッカー筆塗りしやすい色をチョイスしてるんだよね、今。こういう色ってね、筆塗りでね、ムラが出づらいんですよ。だから筆ムラが出やすいやつでさ、やってみようかなっていう、コンテンツですね。たまんないでしょ、この、R ジャジャと同じ成形色なんだけど。この丸ごとオレンジ。塗ってみてな、豪快にね。そんな感じでね、皆さんのおかげで登録者3000人ってことやね。これからもね、応援よろしくお願いします。はい。そんな感じでね、フラッチでした。バイバイ。